モノオンの様子がきっちゃー。モノオンどうした？え、なんかわー、きたー、かわいい。モノオンはヤドランに進化した。かわいそうに言う。激しい戦いで尻尾に噛みついたシェルダーが外れると元の宿に戻ってしまう。元に戻っちゃうんだ。やったー、進化したね。宿キングにしてあげたいな。誰かにお願いしてトレードしてもらおうかな。お、なんだ、来た。毒々しい気があるな、なんか。よいしょ。マオ、好調ですよね。今の俺は寝るけど、そういうことにしておいてくれ。何回やんねん、このくだり。いい機会だ。この前話しそびれた続きを聞いてくれ。俺がスターダスト大作戦をしてるのは、スター団の問題と謎を探るため。スター団に入ってる生徒たちの不登校の理由を知るためだ。気になるよな、確かに。団を解散させたいカシオペアと利害は一致してるしな。実際魔王とスターダスト大作戦に加われて、スター団に近づくことができたし、ダンのやつらと話して分かってきたこともあるんだ。なんかね、なかなか憎めないことはよく分かってきたよね。だがもう少し情報が欲しい。そうね、スター大作戦も気になるしな。そのために残るチームのスター団たちとも話がしたいんだ。アジトに挑むなら力貸すぜ。またな、マオ。またなじゃなくていい。力を稼い、力を今稼い。でも毒でしょ。申し訳ないが、うちのモノオンが完全にエスパーのガチ勢となりましたので、ここはぶち抜かせていただきたいと思います。下っ端、いい加減帰ってくれない？やだ、毒組のボスのシューメイ殿に会いたいんだ。だからさ、本人に言われてるの。団員以外は誰も通すなって。団員になっちゃえば絶対会う。シューメイ殿とお話しするんだ。勘弁してくれよ、もう。なんだか揉めてるみたい。どうしようか。近づいてみよう、そっと。あれ、ああ、また誰か来ちゃったよ。スター団の新人ってこんなにめんどいんだ。早く偉くならんとな。待って、下っ端さん、この人ってマオじゃない？こいつなんだ？向こう側だな。マオってうちらに喧嘩売ってるやつ？勝ち込みです。かわいい、ギャルの勝ち込み、やはり。わ、やべえ、昨日オールでゲームしてたし、アジトのやつら絶対寝てる。結構緩いな、ここ。ここは任せて、下っ端さんは仲間を起こして。なんだこいつ、なんでお前が。アジトが無防備だとシューメイ殿も危ないんでしょ。こいつ何なの。同じであり、シューメイ殿は恩人であり僕の同胞。危機には万難を排し、ハゼサンジルが道理なんだい。なんちょっと何言ってるか分かんないです。助けるぜ。ちょっと何言ってるかよく分かんないです。同胞を狙う幹部詰めは僕が相手になるぞ。わかった。キエー。ちょっと待って、最後に規制上げられるとちょっと引いちゃう。怖くて引いちゃうかもしれない。ポケモン トレーナーのヒロノブ。勝負だぜ、ヒロノブ。ゴクリン、こいつ毒なんだ。知らなかった。君ちゃんと毒に即してるよね。大丈夫だよね。なんと、サイケ光線覚えてきました。30レベルだ。結構高めだな、ここ強そう。よし、効果は抜群だぜ。悪いけどな、うちのモノオンはかなり強くなったんだ。ヤドンのおけつずっと見てたんだけどさ、本当に好きなんだよな。ヤドンのおけつめちゃくちゃ可愛くない？プリンプリンで。なんか金銀の時にヤドンの尻尾をさ、こいつも毒なんだ、知らなかった。あ、トンボガエれないよ君は。だってトンボガエる相手がいないのだから。あ、虫がエスパーに抜群か、そういえば。あ、それは完全に失念してたな。そうなんだよ、なんか最初に夏目に喧嘩売りに行くんだけど、当時虫タイプで強いやつなんかいなかったからな。そうだからエスパーは無敵と言われてたんだ当初。敗軍の将は兵を語らずだよなんて。歴史の本とか好きそう。なんか歴史の偉人シリーズ全部読破してそう。シューメイ殿ごめんなさい。どうしたの、マオ大丈夫か。アジトを見張ってたんだが急に騒がしくなったんでな、俺が勝ち込んだからな。こっちで何かあったのかと気になってきたんだが。ここで新手だなんて。彼はうちの生徒、スター団ではなさそうだが。スター団ではないけど、シューメイ殿は僕の同胞。忍者、どうしてもあの人に会わなきゃいけないんだ。なんか毒ってどうしてもあの今日のせいで忍者のイメージあるよな。訳ありみたいだ。
ちょっと話を聞いてみるぜ。魔王は先にアジトを頼む。さあ行こうぜあんた。悪いようにはしないからさ。ノリのいい校長って結構好感度高いよな。好感度高いやつ多いなこのゲーム。見張りに対処できたか。うん、できたよ。そのアジトに集まってるのはスター団毒組チーム C。 なんか意味あんのかね。言葉、ボスの襲名は手先が器用な服飾担当。ちょっと一風変わった男だ。彼の行動は予測不能。こちらの宣戦布告に対しどう出てくるかは不明だが、襲名が現れるまで可能な限り団のポケモンを減らすんだ。準備ができたらゴングを鳴らして大作戦開始。チーム C に勝ち込んでくれ。勝ち込むぜ。ちょっとそこの木がかわいそうだけど、塗られてんのが。毒だからニャンタルはねダメなんだ。ニャンタルはね本当にギブアップだから、ニャンタルいけないから、まあ毒だったらお蝶でいいか。カオカオとバンバンはいつ進化するんだろうなマジで。モノーンとよいしょ、じゃあカオカオ前線行ってみる。毒だし行きまーす。お願いします。スターダンバトル、シャキン。来た、イエローハット内部ピーガガ。とうとううちのアジトにもスターダストなんとかがやってきました。他のチームの敵を取ってみんなで輝きましょう。10分以内にダンのポケモン30匹倒せたらボスもお前を認めるかもな。勝負です。あ、毒タイプだから正直うちの、あ、もうすでに先に出してる。うちのものをなめんなよ。あ、でかい、何こいつかわいい。あー、そう、ウーパー、ウーパーが、あー、ベトベトだ。もうなんかザ毒みたいな、ザ毒ポケモンたち。カオカオ頑張れ。カオカオもいけ。カオカオもオチョウもモノオも、なんかひらがな多いなうちのチーム。なんかうちのチームなんかすごくない、みんな自由すぎない、ちゃんと戦いなさい。 やっぱみんな自由なんだやっぱ。あ、キノコだ。ポケモンのモンスターボール頭ポケモンだ。知ってるこれ、ポケカで見ました。なんかすごい広いな、なんか広い、もうエリアが広い、なんかすごい自由だねここ。ここ自由だ、すごい、一番自由。自由を求めてきた人たちにはもう。カオカオ大丈夫かお前。カオカオやばい、カオカオがやばいぞ。カオカオしんどそう。これ回復させてもらえるのかな。まあ正直モノオンがいればどうとでもなるが、カオカオがしんどそう。頑張れ頑張れ、やったれやったれ。カオカオダメか、カオカオ頑張れ、ナイス。これすごい重たい、よいしょ。みんな一生懸命みんなポケモンを出して。お蝶はそうか、このキノコたちあれだ、多分草タイプも入ってるから抜群が取れんだ。 OK、 あと20だからあと10匹。はい、皆さんどんどん出してください。こいつのこのポケモン確かゴクリンみたいな名前だったよな。やってってやってって、でベトベターとあと8匹か。カオカオはしんどそう。カオカオ、カオカオ大丈夫だぞ。限界を迎えたら、あのね、すごい自由なんですようちのモノオンさん。モノオンさんかなり自由に歩きます。5で678、あ、向こうの奥のやつでザッツオール戦記でいいんじゃない。やったれやったれ。これで3匹倒してもろたら、あとはこの3匹でいけると思ったらカウントが間に合ってなくて、いけいけいけ、やれやれやれ。これで30匹いったはず。ナイスフィニッシュ。1分程度で全員片付けてやりましたよ。キリ、俺たちじゃかなわない、ボスを呼んでくるんだ。ボスどこいたの、奥で寝てんのかな。来たか、もういつも通りのやつだね。最初は面食らったが、ちゃんと毒の様相にしてんの一番毒々しくてかっこいいな。なんか継ぎはぎ感がちょっとワクワクしちゃう、なんか DIY 感を感じる。え、シュウメイかわいい感じ、イケメンかな、どっちか。目が綺麗すごく。シュウメイ水産、優雅マオカ。あー、すごい、ルー大柴タイプだ。スター団にあだなす不届き者、我がポイズンにて蝕んでくれよ。シュウメイ押してまいる。押してまいるってなんか自然に一回使ってみたいよな、人生生きてるうちには。さて、うちのモノオンがぶち抜いてやりますよ。でも結構強そうだよな。お、くるっと忍者、忍者っぽいよな襲名、かっこいい。
あー出た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 、ガオーン、こんにちは。金銀のせいでエスパーが悪タイプのせいでな、あこれイケメンっぽいな。我が来たからには成敗いたす。ちょっと読み切れ。4匹いるよマジ。不意打ちは不意打たれる。うわ効果抜群だ。悪タイプだるいな。かすっただけでドクる技もあるゆえおびえるでござるよ。ちゃんと抜群で悪タイプ打ってきてんのにお前そんな毒、お前ど、エスカダンク悪だから意味ねえ。うわーめんどくせえ、くっそめんどくせえ。毒悪か、毒悪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 、あ結構めんどくさい、すっごくめんどくさい。まさかのここで対策打ってくるとは、クソめんどくせえ。お前毒、お前毒タイプなんだから毒単体のポケモンばっか使ってこいや、マジふざけやがって。とりあえず行くぜ。ニトチャでいいかな。毒悪、毒悪、まあニトルチャージでいいか。不意打ちうぜ、痛い、強いんだけど。結構4匹もいるんでしょ、結構きつそうだよな。うわ効かねえ、結構きついぞこれ、かなりきつい戦い。アクロバットの方が効くかな。いやーナイスナイスナイス、アクロバット効いてる効いてる。毒毒はだるい、毒毒はめちゃくちゃだるい。素早さ上がってるから猛毒を浴びて、回復の薬もったい、使わなきゃよかった使っちゃったな。毒毒は猛毒だからどんどん威力が上がっていってしまうので、お嬢さんかなり厳しい。まずはスカタンクを落とす。スカタンクを落とすことでモノオンが使えるようになるんだよ、それがでかい。もうスカタンク系統やめて、そのエスパーに対策打ってくんのやめてほしい本当に。ベトベトン、オッケー、ベトベトンはいいじゃん。ベトベトン使ってこいよな最初からな、お前毒タイプのさなんかやつやってんだからさね。いくぞモノ、いけモノ、頑張るぞ。ベトベトンを繰り出してきて、これはサイケ光線でいけるな。行くぜサイケ光線。ヘルドロ、なんかすば、あそうか、ヤノン、いてー。サイケ光線でミルルルルル、うわ半分しか効かない、マジで強いね。あこれはちょっとなんか想定と違うな、すごいキス薬使っちゃうか。111だからミックス俺まだ通じます、ミックス俺戦法。一旦回復して、意外と向こうがダメージ取ってくるのがめんどくさいな。ヘドルウェーブ効くな、毒効いちゃうとやだな。オッケー、これでヘドルウェーブ2回食らっちゃうけど毒になるのがめっちゃだるい。サイケ光線、オッケーナイス。ベトベトン落として、あと2体うち1体はこのヤンシャだから。さてブロロローム、えマジでブロロローム先に来る、おいマジかよ。入れ替えで一旦、これはねちょっと今回ニャンタルはね役にあんまり立てないから、いや待てよ、まあ一旦、そしたら最近あんまりバンバンをお目見えさせてないから、ずっとベンチウォーマーだったバンバンに一旦ちょっと耐えてもらいつつ、一回モノオンをちょっと回復させたい。あ何それ、そんなことある、そんなことあるんだでそしたらミックスオレをよいしょモノオンに一回使っておく。うわーすごい、ブロロローンオンザブロロローンローンだオッケー耐えてくれたから、どうしようかな。虫抵抗、抵抗して相手の攻撃特攻を下げます。で虫食いは噛みついて相手がキノコを持っているのを食える。まあどうするかな、火炎車でもいいかな、やけどにしたらめちゃくちゃでかいからな。ダメ押し、炎の体でやけどにする、熱すぎ、あちあち、ナイス、バンバン偉いぞマジで、頑張れバンバン、火炎車バンバン、あめっちゃ効く、あ抜群、あ待って、あっちこれ激アツ、待て待て待て、炎が抜群、そんなバカなこれはミックスオレですね、これはミックスオレ戦法です。で向こうはやけどを負っているので、これバンバンができるだけ粘ってくれれば粘ってくれるだけ、これかなり戦闘が有利に進むぞ。ナイス、いいよ、我が妙義にて徐々に蝕まれるがよい。毒毒だ、絶対毒毒だ、なんで毒毒って来ねえんだよ、今のどうやったって毒毒打ってくる工場だったでしょこれ素早さ向こうに先取られてるか、
あ、先取られてたな。これはちょっと耐えです。今後期だ、いけるぞ。ヘドロ攻撃が耐えきれる。オッケー、急所はきついけど、バンバンの火炎車だ、食らえ。やった、ナイス、激アツ。よし、ブロロロームを倒して、真打ちブロロローム来るな。繰り出してきた、もう繰り出してたんだけどな。ポイズンクラワバサラまで襲名、この命最後まで。にゃおん、改造ブロロロームだ。なんだな、32ね。これはね、ちょっとバンバンには悪いんだが、一旦これは回復を、お蝶さんを一旦回復して HP を回復させてあげたい、できれば。ニトチャー、まあ、これはバンバンやられちゃうけど、素早さが上がるのがめんどくせえんだよなこれ。いや、これは向こうの能力が上がる前にもうモノンでいこう。モノンの再起光線だ、いくぞモノン。いや、どうしてもね、向こうが毒だからね。これは再起光線でいいよな。うん、再起光線マジ強い。ポイズンアクセル、オッケーオッケー、耐えてます。うわ、毒になっちゃうか、それめんどくさいな。モノンは毒を浴びたが、毒を浴びたせいで猛毒にはならないんじゃか。再起光線ナイス、いいよ。毒を浴びているが、向こうにスリップダメージは入らんのだよな。いや、もう一発再起光線いけるはず。ポイズンアクセルは受けられる。毒がちょっとめんどくさいけどな。再起光線モノン頑張れ、よし、ナイス、いいよ、いい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 、すごくいいすごくいい。ただ物を落とされると激ヤバだから、このターンで回復を入れる。うーん、これすご傷、いい傷が60か70、104か。いや、これはすご傷を使おう。すごい傷薬を使うことによって HP を、もうとうとう HP がミックスオレじゃ足りなくなってきた。ミックスオレの魔王だったのに、俺の二つ名が。こいつアクセル受けられる、オッケー、ナイス、いいよ。毒がちょっとめんどくさいね。うーん、まあ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 、毒毒食らわなくなったと思えば、再起光線ぶちかます。翻訳食らうが、これ再起光線2発撃てんじゃねえか。オッケー、ナイス、もう一発いけるか、モノンいけるか、モノンもう一発受けられる、モノン信じろ、いけるはず、頑張れモノン。ポイズンアクセル、急所さえ避けられれば OK。 毒でももう受け答えられる。いける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 、再起光線だ、落ちろ、あー落ちない。モノンにもう一回回復を、いや、うち、モノンよく頑張った、偉い偉いぞモノン。すぐに元気にさせてあげるからな。120でぴったし、ぴったしマックス回復だ。よっしゃー、これで勝てただろう。なんかとんでもない、スモッグ、あ、命中下がるやつ、やめて。あ、毒、重ね毒か、やめてくれよ。ただこいつでとどめだぜ。ポイズンアクセルはどうやったって落ちないぜ、うちのモノンは。こいつでとどめだ、マナーの再起光線。どっから出てんのあれ、本当にマジで、あのブレストファイヤーと同じ位置から出てるな。口から出してんのかな、再起光線。やったー、やったぜ。持つべきものはやはりモノンです。いい子だね、かわいい。よし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 、みんなすまぬ、苦しんでいる。数年前、1年と数ヶ月前、あ、イケメン、すまぬ、生地の仕入れが遅れたゆえ顔面にまだつけられてないのか。やべえ、特にこのブーツはやべえ。そちらはニトロチャージから着想を得たでござる。私の制服もイメージ通り、本当にある。めちゃくちゃエロいよな、本当に。本当好き。地獄のアイドルなる琵琶殿のコンセプトにかなったなら何より。これで全員制服改造完了。本当サンキューな、襲名。いいな、二人ともそんだけいかつければプレッシャー与えまくりっしょ。ピーニャ。でも本当に器用だよね。オタクってだけで襲名いじめられてる、いじめてるやつら、バカだよな。オタクなんだ、襲名。オタクの道は修、あ、じゃああの少年もオタクだったんだ。そして僕も。オタクの道は修羅の住まう茨道。凡人に理解を請う気はござらぬ。何オタなんだろう。おいおい、なんだよ、修明。気合入ったこと言うじゃねえか。そうだね、修明くん。かっこいいと思うよ。じゃあ、スター大作戦に向けて、次は戦闘のトレーニングだね。
ボスである僕らが他のメンバーより弱いわけにはいかないっしょ。承知、全身全霊で修練を積ま。なんかいたな、こういうキャラ襲名。弾丸何がしにいた気がする。全身全霊とて抗えぬが定め。定めは起きて。起きてゆえこれを優になら預けられる。なんでルー大芝なんだよ、オタクなのに。オタク一番遠いぞ。あ、よ、あ、何、どういうポーズ。よくわからんけど。ダストをシュートする術、記されたカラクリオーバー。ダストシュート、毒技か。毒技強えよな。汚いゴミを相手にぶつけて攻撃する。最低な攻撃で草。毒状態にすることがあります。ユーの名前はマオだったか。恨みつらみも浮かばぬほど鮮やかな乾杯でござった。あ、シュウメイ殿、同胞。どうしてもあんたに会って直接話がしたいそうだ。シュウメイ殿、聞いて。ちょっとだけでいいんだ。何故ここに。同胞を助けたくて。このまま不登校が続けばシュウメイ殿は退学処分。おい、めちゃくちゃいい子じゃん。お前オタクのうんぬんって言ってたからちょっとひねんのやめて。いじめられっ子だった。おい、ちょっと待って、オタクの話で来ると思うじゃん。僕たちが今学校に通えてるのはスターダンが頑張ってくれたあの大作戦のおかげ。そんな人たちが退学なんて僕嫌なんだ。すまぬ。まだマジボスって人に連絡はつかないの。うん、あの日以来マジボス殿がいなければダンはなく、ダンがなければウキウキアカデミーライフはなし。ちょっとやめろ。カタカナ使うな。マジボス殿がご帰還されるまで我らはアジトを守り続けるほかなし。あんたたちがそこまで信頼してるマジボスってのは一体誰なんだ。我らは実際に、マジボス殿とお会いしたことはないのでござるか。本人曰く引きこもりとのこと。我ら同胞いじめが発端、我ら同様いじめが発端らしいが。かわいそう。誠の名も知らぬ、姿も知らぬが我らの共柄に変わりはなし。彼らは、我らはただマジボス殿のカムバックをアジトで待つのみぞ。だからシュウメイ殿は学校に行かないんだね。みんなで一緒に行きたいってことか。でも忘れないで、シュウメイ殿にはスターダン以外にも僕っていうと、この子かたじけない。この子いい子すぎるだろ。いじめ不登校、また一歩真相に近づいたな。いや、そんなことよりも生徒たちが抱いている問題や行動理由、そして大事な絆、全く感知できていなかった自分が恥ずかしいです。いい先生だな、お前も。スターダンのみがしようと信じてきたが誤りだったやもしれぬな。ちょっと面白い。マオさん好みだな。いやー、なかなか。そろそろね、またやっぱ敵が歯ごたえ出てくるターンになった気がしますね。ロト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 。マオ、シュウメイからボスの証、ダンバッジをもらったようだな。うん、もらったよ。確かに、これでボスがいなくなったチーム C は壊滅するだろう。カシオペアの目的が分かんなくなってくるよな、こうなってくると。シュウメイ、すまない、いろいろと思うことがあってな。これで残るアジトは2カ所。スターダスト大作戦は順調だな。マオにはこの作戦の最終目的を伝えておきたい。それは5人のボスを集めてスターダンを作った真の黒幕、マジボスを倒すことだ。え、どんな人聞いてみたい。5人のボスを率いる謎の人物、その正体は一切不明だ。ヤスを倒し解散を宣言させればスターダンは完璧に終わる。目立つことを嫌うマジボスはアジトをもたつ正体も隠している。だがボスが全員引退すれば表舞台に現れるはずだ。約束の報酬だ。でもなんかちょっと話ずれてんだよな。マジボスってやつが姿を見せないからみんなは待ってるって言ってたけど。マオのスマホに LP をチャージ。7000円。1万円でもいいよ。ああ、まあ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 、お金結構貯まってきたな。お、マザマシンで、マザマシンの種類増えた。いいね。そしていつもの EV バッグ。ううースマオボタン。なんか深刻な話してた。深刻ではないけど。あげやーす、あなたには聞いてないって。うーん、かぐわしい。おいしい匂いしてんのかね。ああ、
白身毎回舐められてるな。これで同人ができそう。黒幕の存在カシオペアからうちも聞いた。うちかな。スター団の創始者諸悪の根源、そいつを足さないとうちの宝は失われちゃう。ボタンの宝？あ、いやその報酬忘れないうちに。どういうこと？なんか宝物を、どういうことだろう。ボタンちゃんの宝物って。マオ負けないで。負けないよ。なんかあの砂のところで一回負けたけど。なるほどね、話が進んでまいりましたな。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。